ブエノスアイレスでの信任情法艇の際、アルゼンチンの副大統領、アマドブドゥーと握手する、トゥマジス大使アントニス・トゥマジスは、キプロスの外交官、大使、アモホストス出身、在メキシコ大使、在デンマーク大使、在スペイン大使などを経て、2018年より在中化、人民共和国大使を務めており、2019年からは、非常中の中朝大使及び在ラオス大使を、 兼任している。母語のギリシア語に加えて、英語、スペイン語、フランス語に堪能。キプロス第二の都市レメソスのギムナジウムを卒業した後、ギリシャのアテネ大学に留学して、法学を治める。その後、メキシコ国立自治大学で、メキシコ研究の学位を取得。1983年、外務省に入省。ニコシアでの本省勤務を経て、 1986年から1991年にかけて在メキシコ大使館で一等書記官、領事を務める。1993年から1995年にかけて在ギリシャ大使館で参時間。1995年から1999年にかけて在ヨハネスブルグ総領事、うち1998年から離任まではヨハネスブルグプレトリア領事団長。 2000年から2004年にかけて在メキシコ大使圏ラテンアメリカ諸国12カ国担当の非常中大使2004年から2008年にかけて在デンマーク大使圏在アイスランド大使ニコシアでの本省勤務を経て2011年より在スペイン大使2011年11月22日マドリードでフアンカルロス一世国王に新任状を法定した 2013年1月18日、ブエノスアイレスでアマドブドゥー副大統領に新任状を法定した。2018年6月20日、北京市の人民大会堂で習近平国家主席に新任状を法定した。2019年5月17日、ビエンチャンでブンニャンウォーラチット国家主席に新任状を法定した。2019年11月27日、 平壌の万寿大義児童で最高人民会議、常任委員会の蔡留会委員長に新任状を、法定した。ありがとうございます。